俺さ、俺久々なんだけど、ちょっと、あの、飯食ってさ、シャワー浴びてさ、布団干して、っていう、すごい健全な土曜日を過ごしてるんだが、褒めてほしい。ちなみに昨日は4時ぐらいまで森くんと一緒にデッドバイイ会えてやって、森くんは3時間後に起きなきゃいけないから寝るわ、つっ,って寝てた。3、3時間後何やんのって聞いたら、ちょっとね、って言われて。ちょっとね、で済まされたんだが、おいちょっとね、で済まされたんだけど、ね、何買いに行ったんだよ、 あと一個しかないとか、ラスト一個は俺のもアとかツイートしたけど、何買いに行ったんだよ。なんだよ、ちょっとねって、その匂わせ。なんだよ、それは。何ちょっとねとか言ったなんだ、ちょっとねって。何買いに行ったんだ気になるじゃん。何買ったか気になるよね。でも、リスナーさんみんな知ってんじゃないのなんかさ、みんな。なんかあれ買った、何かスイッチスイッチ買ったよね。もう、あれ買った、動物の森買ったんじゃねアメコさんのグッズ買ったのか。俺、近くに何、あ、 ったな何故かくっつかったのかドンキ行ったんか近くドンキないんだけど。販売するって言ったもんね。このまま行くと、なんか二人付き合うんじゃないかレベルで、すごいよな。森豆できちゃうこれ。え、そう、いやいやいや付き、付き合う、付き合う付き合わないは知らないけど。知らないけど。いや、付き合うんじゃないかレベルですごいよなと思って。いや、付き合うんじゃないかレベルでって言ったじゃん。レベルでって。 いや、ま、あでも、ちょっとなんか、嬉しいな。ちょっと、少なからず、少なからず、俺が繋いで、ディディディっていうね。少なからず、俺が繋いだんじゃないかっていう、ちょっと第三者目線があるからね。だって、俺、俺の知らないとこで遊んでるし、なんか、ため、ため口になってるし、なんか、ため口になったじゃん。めちゃんは、って言って、俺ですらめ子さんなのに、奴はまめ子さんのことをめちゃんって言って、 驚きだよ。俺は驚きだよ。そう。距離の詰め方が陽キャじゃん。ディスクママエちゃんって言った。違うよ。だってあの場面は俺が、モリクがマメちゃんって言って、俺がまめこさんって言ってんのおかしいだろ。<laughs> 俺のまマちゃん、俺もまめちゃんって言ったんだよ。だから。俺もまめちゃんって言ったんだ。頑張って。普段言わないのに。普段言わないのにね。でぎこちなかったんだよ。俺はぎこちなく言ってたのに。次からずっとまめちゃんって言う。いや、次から言えないよ。 言えないよ。試合の後はまゆこさんにも <laughs> 戻ってた <laughs>。いや、戻るね。言えないもんだって、俺、まめちゃんって。そんな仲良く、そんな仲良く、なんかその、した、した、なんだろう、親しい、親しいというか、仲良くはしたいものの、仲良くしていいのかどうかっていう、その、あれがあるじゃん、やっぱり。あの距離の詰め方はすごいな。思ったわ。おーと、とミちゃんって呼んでないって思った。いつの間にあんな仲良くなってんのちょっと、なんか、 嫉妬なんだけど。嫉妬なんだが。いつの間にあんな仲良くなって、ぐ、ぐぎぎってなってる、ぐぎぎって。ぐぎぎってギギ、あの森とかいうやつ、ぐぎぎってなってる。スク <laughs> も普通に距離縮めていいいや、なんか無理なんだって、性格上。性格上無理なんすわ。ぐいぐい行くぐいぐい行くぐいぐい行くのちょ、や、ヤンキーっぽくヤンキーっぽくあのさ、マメコーって <laughs>。 <laughs> やば。いや、なんか、カナさんのことも、あいや、やばすぎだろ。キモすぎだろ、それは。あのね、俺人のこと呼び捨てにできないんですよね。もう森くんも森って言えないし、ずっと前からさせてブランクさんもブランクさんだし、あ、でも <laughs>、夢吉だけ夢吉だな。<laughs> なんてだろう <laughs>。夢吉はもう基地が、なんかその、くんとかちゃんとかそういう、 カナさんはカナちゃんって言われたりようの、どこのま、でも僕は僕なりの、あれでいいや、別に。さすがだね。うん。俺は、なんか違うとこでセルフケアリングするよ。でも、森くんのとこによく行ってるから、僕のとこは来づらいのかなーって、ちょっと思ってたり、思ってたりなんかしちゃったり、なんかすごい。でもダメだね。それ、なんか人に合わせるとかはダメだから。詳しいね。 なんか人の呼び方って。でも、俺、サンくんちゃんはつけたいよなぁ。あの、チャン、チなら別にいいかなぁ。サンちゃんだ試合同士が仲良くなっと嬉しいけど、えぇ、わかれ、わかれ、そ、その感情ってどうやって処理したい、処理してんのみんな。ね、その感情ってどうやって処理してんのよ。ちゃんさえ言ってください。俺さ、マメこちゃんになっちゃうんだよね、そしたら。なんかマ、ママメちゃんだと、なんか親しさがやっぱ、マメコちゃんとマメさん、マメちゃんって違くない違くない なんか、親しみが、距離違くない距離が。だいぶ距離違うと思うんだよね。呼び方で付き合いの距離感がわかるそう、だからさ。まあ、でも、呼び方ってそのさ、なんか周りから見て、例えばさ、呼び捨てに、呼び捨ては俺できないから、呼び捨てはしないんだけど、シれッターマちゃんって呼呼び方問題解決。なんか、そんなことも気にしていられないような大会練習の時はマめちゃんって呼べるのよ。うわっ逆に呼び方で距離感をコントロールする。わー。 まあでも相手もまめこさんって呼ばれるよりまめちゃんって呼ばれた方が、呼ばれた方が、あの、親しみたいんだなっていうのが伝わるよね。ちゃんって呼ばれた方が嬉しい。うん、確かに。ジスくん、でもさ、俺もさ、ジスくんとかジスさんって言われるけどさ、初対面の人にはジスくんよかジスさんって言われた方が、いいよね。いきなりジスくんより。なんか、ジスくんって呼んでいいですかって言われ、言われて、言われて、 ディスくんってよ、よ、呼んでいいですかって言われて、なんか、<laughs> ちとなんか、言われ、なんかさ、わかるいや、違う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 、違う初対面ってディスナーさんになりね、なんか、直接会話するときに、なんか、あ、わかるなんかさ、さ、言い方が、難しいわ。これ言ったらさ、だってさ、もうめっちゃ付き合い悪いみたい、付き合いづらい人みたいじゃん。めっちゃ付き合いづらい人みたいじゃん、俺 <laughs>。なんか違うのよ。<laughs> 違うのよ。違う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 。ディスナーさんはいいのよ。ディスナーさんはいいんだけど、なんか、ちょっと 違うじゃん、やっぱり。ちょ、わかるかなこれ。わかるわかるかなわ、じ、いや、難しい。難しい。難しい。むず、むずい。でもそれは多分、それは多分自分が、てか僕がね、僕がその、僕がその、だから、相手に対してその、なんだろう、相手から見て自分の方が上って思ってるからかもしれない、それは。 なんか、そう、そうかもしれない。なんか、ちょ、っと少しでもなんか、上って思ってるから、言われるのが嫌かもしれない。なんか、例えばさ、あ、でも、わかんないっすそれはも初対面だからな、初対面だからな初対面だから、なんか、上下の関係がさ、なんか、なん,かなんとなくあるじゃん。なんとなく。あ、そう、最初は礼儀みたいな。な。難しい。いや、もういいや、どうでもいいこれ。もう、話す。話せ話すほど、なんか、話せば話すほど、俺、付き合う、付き合いづらいやつみたいになってる。いや、実際、付き合いざい悪いと思うんだけど、付き合いづらいと思うんだけど、 なんかもっと付き合い辛くなってる気がするから <laughs>、やめるわ <laughs>。いや、実感でいいのよ。実感でいいんだけど、なんか、んかもう話すときは、話すときはなんか、なんか一言欲しいっていうか <laughs>。いや、別に <laughs>。だから僕は実質が、僕は実質っていうのが、名前だと思ったか実質くんまでが違う。実質くんまでが名前じゃなくて、実質が名前だからくんは違うのよ。別なのよ。だから,だから自分でくんんでるの恥ずかしいから最近だから、ツイッターとか実質にしていいんじゃん。な <laughs> んか、だから、 そういうとこよね。だから、だから、なんだろ。う、なんだろ。う、あの、トムヤムくんが、その名前であるように、だから、トムヤムくんさんじゃないのよ。あ、ちょ、違う違う。だから、そうそう。トムヤムくんが名前だけど、僕はジス君なんで、ジスなんですよね。トムヤムくんはトムヤムさんじゃなくて、なんか、トムヤムくんじゃなくて。わ、わかるなんか、その、名前、トムヤムくんはトムヤムくんまでが名前じゃん。そんな感じ。